ちょっと遅ないっすか？遅いっすね。これなんすか？マジで。すいません。え、これドッキリとかじゃないっすよね？ドッキリじゃないんすか？そう、チャンネルトラッカーって、まあ、あるんすけど、まあ、チャンネルトラッカーって言って、まあ、よく僕が動画で紹介させてもらってるものなんですけど、はい、YouTube 始めたての人から、まあ、100万人超えてる人も結構使ってるやつなんすけど、うん、再生数を分析して、その動画の視聴率を伸ばせるみたいなやつがあるんすよ。なるほど。で、それ僕、ラファさんに紹介してもらって使って、結構伸びたんすよ。はい、はい、はい。ほんで、それ動画で説明してたら、今日先生のオファーが来たんすよね。はい、なるほど、なるほど。ぜひ、みたいな。それ使ってどうやったかみたいなのとか、はい、僕がそのどうやって100万人達成した、200万人達成したとかを先生になって教えてくれって言って俺呼ばれてるんですよ。そういうことですね。はい。それでもう今いませんからね。そうですね。ちょっとなんかちょ、なんすかこれマジで。連絡つかないですね。すいません。ちょ、マジでほんまこれ以上やったら飛び蹴り決めますよ。すげえ。すいません。ガジ行くっすよ。すいません。これほんまどうするんですか。授業ってどういう感じで喋ったらいいんですか。僕は苦労した3年間を語ればいいってことですよね。そうですね、それ聞きたいと思います。そうですね、じゃあちょっともう、はい、ラハさん来る前に、そうですね、ちょっとまとめといた方がいいですよね。じゃあ、あ、それはぜひ、はい、お願いします。そうですね。じゃあちょっとまとめるっすわ。ちょっと、マジっすか？マジっすか？え？それ油性っすか、それ？あ、マッキー。どこにあったんすか、それ？え、普通に持ってきましょう。基本、だいたいスプレーとハンマーとマッキー持ち歩いて。常持ち歩いてるか。なんすか、授業っすよね。いや、授業っすけど、まず 4+1 もおかしくないですか。え、何がっすか。ラボさん、切れますよ、これ、さすがに。これ、どういう意味ですか、これ。あ、4+1、女。ああ、はい。勉強になるっす。4と横に1足したら女って感じになるでしょ。はい、そうっすね。はい。はい。え、どういうことっすか。え、今日授業するんじゃないんですか。あ、授業っすけど、はい。ここ使うんすか。これ、壁っす、壁。いや、だから、それ、え、普通に、多分、書いた方が分かりやすいかなと思って。ああ、それは間違いないですけど。はい、で、まあ、はい、3年の苦労、まず、そこ分かってほしいんで。はい、そうですよね、はい。そうですね。3年の苦労。それ、苦もっすね、それ。3年の苦労ということで、はい、その、はい、まあ、何が一番辛かったかっていうのを、多分、ラホさんに伝えないといけないんで。はい、知りたいですね。うん、辛かったのが、まあ、理解してなかった。ああ、なるほど。これがでかいんですよ、はい。YouTube を理解してなかった。はい、はい、YouTube。これ簡単です。YouTube。はい、大丈夫ですか？これ YouTube を理解してなかった。これがでかかったんですよ。確かに。もうマジで。はい、理解してないです、今も、はい。はい。その、なんつったらいいんですかね。その、過去って、はい、ただ動画撮って、編集してアップしたり、それだけ思ってたんですよ。はい、じゃないんですよ。YouTube って、そのミッドロール広告ってあるんですよね。ああ、なるほど。ミッドロール広告っていうのがあって、はい。それが、8分を超えたら、はい。広告がいっぱいつけれるよっていう。なるほど。はい。ミッドロール、ね、はい。ミッドロール、広告。ミッドロール広告。んで、これが、ま、大体、その、ま、動画やったら、ま、こう動画あるじゃないですか。はい、ありますね。一本の動画。なら、普通の8分以下の動画、3分、4分の動画やったら、こことここにしか広告つけれないんですよ。うん、なるほど。でもこのミッドロール広告によって、ここにも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 つけれるようなんですよ。はい。だから収益が4倍、5倍になっていくんですよ。そういう仕組みですね。はい。4から5倍。多分ね、これ知らない人、多分今見ていると思うんですよ。そうっす、絶対いますね。絶対います。で、これ4から5になったら何ができるか。企画力が上がる。撮影ができる。うん、そしてね、僕、YouTube 始めた時、全く理解してなかったのが、はい、YouTube を始めて何が大事かって言ったら、まず、オープニングを僕はしてなかったんで、10分撮ってたんですよ。ああ、なるほど。だからもう、何をしたらいいか分かってないんで、はいはいはい、もう、まず理解すること。オープニングは1分。オープニングは1分。はい。でね、ほんで、はい、まあ、動画の中が、動画の中でしょ？はい。まあ、まあ、僕らで言ったらドッキリなんで。そうですね。ドッキリやったら、まあ、動画の中で7分。7分は、そのドッキリまでの仕込み。仕込み。はい。はい。仕込み。そして、最後のまあ2分。まあ、大体12分動画なんで、まあ、4分が、リアクションということで。なるほど。
こうやってちゃんと構成しないといけないんですよ、見てる人も、はい、で、同じ背景で撮り続けるのもこれ良くないんですよ、見てると飽きちゃうんでね、はいはいはい、だからこんな感じで動いちゃってもいいっすねインターホーンみたいな感じではい、動いちゃっても見てるとずっと同じ景色見てたら目悪なるんで目悪なるんで目悪なっちゃうんで、はい、まあこういう感じで、まあ仕組みを作る、これやったら14分、はい、で14分いったら広告がいっぱいつけれるよっていう、はい、踏んで、はい、そうですね、これすら分かってなかったんで僕は3年苦労しました。ああなるほど、これを理解するのに3年、踏んで理解してから1年で100万登録者ドーン行きました。いやすごいですね、はい、あ、電話鳴りましたね、はい、すいません、アノニマスですわ。はい、これサムネイル、はい、これが一番大事です。はい、素人の皆さん、あなたたち何をやってますか。じゃあみんながさ、そのやってる企画とかでさ、うん、車でツーリングとかいう動画あるじゃないですか。ありますね。じゃあ車を運転してる姿とか、はい、車が走ってる姿をサムネイルにしないといけないんですけど、うん、いけないのに、みんなもう自分の顔とかサムネイルにしてるんですよ。それ誰が見ます？何のこっちゃわかんないですね。何のこっちゃわかんないですよ。はい、もう、だからもう、この、50、もう、50万円のチワワ売ってますよって言って、はいはい、ね、トイレの、チワワが使ってるトイレの写真載っけても、誰もそのチワワ買わないでしょ。それ一緒なんですよ。はい、本当に。はい。ちょっとマクドみたいになっちゃいましたけど。ほんで、はい、まあ、簡単なんですよ。サムネもめっちゃ撮り方大事で、うん、何が大事かって言ったら、ただ、その車の写真を撮るんじゃなくて、はい、この写真を撮るんじゃなくて、走ってもらうんですよ、この車。ああ、なるほど。走ってもらって、はい、まあ、これはもう、究極っすよ。まだまだ極秘ありますけど。これですね。っていう撮り方をするより、はい、これ連写モードわかります？あ、連写、はい。連写やってもらっていいですか？いいですか？連写、これ映してください。はい、いいですか？連写します。はい、だ普通バージョン、もう一回撮っちゃいましょう。はい。はい。ちょっと早くなっちゃった。連写ですか？素人 YouTuber っすか？すいません、行きます、行きます。あんたにしましょうか、この授業。僕、勉強になります。はい。わーこれよーなるほど、ね、全然絶対こっちクリックするでしょっていう、うん、はい、このサムネの撮り方とか、はい、みんな知らないんですよ。それを全部教えます、チャンネルトラッカーで。これどういうことかって言ったら、多分ね、 YouTuber の学校をね、YouTuber の学校ができるみたいなんですよ、ラファエルさんが、はい、それに僕が先生としてオファーされたんですけど、はい、僕誰よりもデータ化なんですよ。なるほど、ラファエルさん言ってるでしょ、はい、僕めっちゃ研究してますから、実はどれが再生取れるかとか、はい、どういう風に取ったらいいのかとか、もう常に考えてやってるんで、はい、で YouTuber の学校ってあるでしょ、うん、結構あると思うんですよ、いろんな、まあ、はいはい、あんま言いたくないですけど、そのオブラートに包んだら、家畜の学校みたいなところなんですけど、はい、はい、オブラートに包んだら、オブラート包んでるんですか、それ、はい、はい、なんですけど、まあ、実際その他の YouTuber 学校いっぱいあると思うんですけど、はい、これだけ言わせてください。そこの学校の先生、100万人超えてますか？ 200 万人超えてますか？超えてないですね。それね、何も分かってない人が、何も分かってない人に教えて、何も分かってないものを生み出してます。で、その先生、ほんまに伸ばそうしてやったら、まず自分伸びてみてよ。うん、伸びないですから。俺、その先生が知らんこと全部教えますよ。マジで成功したい人ね、チャンネルトラッカー来てください。概要欄、コメント欄にね、スクール貼ってるんで、そこで学校に応募してください。これ学校の先生になるって言ったから、俺結構勉強したんですよ。何言ってんこいつで。全然ちゃうよって。はいはい。全然違うこと教えてんすよ、それっぽく。うん。僕はその学校の生徒を生徒と呼びません。被害者と呼びます。被害者。本気でやる気あって、死ぬ物狂いで成功したいと思ったやつ 100% 成功しますよ。なるほど。このノウハウさえ入って、ほんまに、もう寝る間も惜しんで、ガチで努力するっていうやつ、マジで入ってください。100% 成功します。うん。さらに3ヶ月に1回僕がそのほんまに学校みたいな授業を開いて、はい、僕が先生になれるらしいんで、それ僕の YouTube でも撮影しようと思ってるんで、もうそこで結構おもろいことバンバン言ったらもう一発よ。そうですね、はい、だからぜひね、チャンネルガードマン出たい人とか募集してくれたらね、もう一発っすよ、全部教えます。もうもっとちょっとね、ちょっと一人で先走っちゃったんで、はい、ちょっとラホさん待って、はい、ちゃんとこれまとめて、もっと話まとめて、ラホさんとちょっと授業今からしたいと思うんで、そうですね、ちょっと、はい、待っててください。待ってて、あ、おざっす。あかん、あかんやつやってるやん、どうしたん、もうおざっす。あかんやつやってるやん。ちょっと待ってくださいね、ちょっと耳元が忘れちゃったんで、ちょっと待ってくださいって、ちょっと待ってくださいって、ガードマンマジであかんやつやってるやん、耳でかいな、耳でかいな。
てかないわ。なんすか、バカやつやってんだ、バカやつ、もうやめてや、ちょ、やめてや、ほんまやめてや、なんもう、やめてやめてちょ、なんかやめてちょっと、かき消すね、やめてやちょっと話しただけや、かき消すな、かき消すな、ねえ、どうしたんすか、ちょっと遅刻しただけやんか、なんでこんなんなんの、え、どういうことですか、え、XL 君これでいいんですよね、いや、まあ、勘弁してくださいって、はい、マジで、はい、XL 君にこれあかんって、こんなんしたら、ちょっとチャンネルトラッカー先生のオファーもらったんで、はい、もうさっき授業進めてました、え、そのあのノウハウをなんかこれなんやね、今教えに来たんすよ、はい、マジでラハさん、いや、ラハさん、僕先生としてやってくれたでしょ、はい、いや、やりました、やりました、オファーかけてくれたでしょ、全力っすから、いや、わかりました、だってオファーかけてくれて、ちょっと遅刻しただけで動画一本完成させてしまうんですよ先生その遅刻一個で動画一本完成させます、この先生はい、先生だよ、はい、まだ切れないです、なんでか教えましょうか、はい、こちらドーン、さっき言ったでしょ、はい、ビットロール広告、これを入れるために4から5、これを入れるためにまだ切れないんですよ、ここわかります、切りたいんすよ、もうだってラハさんリアクション取れたでしょでもなんで切れないか、はい、ここです、ミッドロール広告、書くなってもそれ以上、ミッドロール広告書くなってそれ以上、入れるためにまだカメラ回ってます、書くなって、簡単でしょこれ、素人の方できないんですよ、まあ、ペン拾うついでにちょっと鍛えようできないんですよ、これがおかしいでしょ確かに、確かに、ラハさんそうでしょ、それほんまそれおっしゃる通りは、いい、確かにほんま勉強だろ、はい、じゃあちょっと詳しい、詳しいですよ、うちでやります、ちょっと授業は、はい、やりましょう、ラハさんのチャンネルの方で、はい、やりましょうか、やっていきます、はい、はい、ありがとうございます。